試し引き。はい、始まりました。始まりました。お疲れ様です。ということでですね、はい、今日はこちらの西尾さんに来ていただきまして、試し引きをやっておりますけれども、ありがとうございます。西尾さん、食べてますか？あ、食べてます。いつかまた食べさせていただいて。優しい、シゲロさん買ってきてくれ。育ち盛りなんで。初めましては、この前ね、はい、楽器フェア、楽器フェアで、あの、お見たことある人なんだよ。お互いね、お会いして、で、それもあって、はい、ちょっとぜひあのいつか出ていただきたいなって、はい、まあ、バトムズアップとのね、あの絡みもあったし、あの、サンバレスだったりとか、あったし、いつかね、あの来ていただいて、いやもう、もうすごいですね、あのチャンネル。いやもう全然、西尾さんチャンネル全くですよ、もう。僕はもう山口さんはもう10年以上前からしてますから。お会いできて嬉しいですよ、今日も。いやでね、まあ、僕も、まあ、こう初めてこう一緒にさせていただいたりとか、うん、あの、まあ、見てる人も西尾さん知らないって方ももしかしたらいるかもしれないので、ちょっとね、いろいろ質問を、はい、あ、ですか、聞いてみようかな。ガンガン聞いてください。そんなことやったことあります？なんか西尾に聞いてみるみたいな。全くないですね。本当ですか？みんな興味ないんだよ。ベールに包まれてるんじゃないかな。いろいろ聞いてください。もうご出身ってどっちなんですか？僕大阪です。大阪、あ、僕も大阪なんです。え、マジですか？どこですか？羽曳野市です。あ、わかんない。あのね、下の方なんですよ。あー、南のね。ああ、どこですか？柄の悪い方ですか？柄の、あの、上品じゃなくて僕上品な、あの、北の方。マジですか？枚方市っていう。あ、枚方市ってました。羽曳野市ちょっとね、レアなんで。そうです。ちょっとね、ちょっと微妙に離れてるんですよね、確かに。あ、離れてますね。うん、なるほど、大阪なんですね。大阪でございます、私。で、おいくつですか？僕今34です。あ、はい、僕、まあ、同世代。ちょっと僕36なんですけど。あ、マジですか？同世代ぐらい。ヤングギター出た時とめっちゃ若かったんじゃないですか？いやー、もうどうだ、20歳ちょっとくらいかな。そうっすよ、僕雑誌で見てましたもん。掘りますね、そこ。ああ、まあまあ、上手だなと思って。ありがとうございます。で、まあ、YouTube で僕多分西尾さんを初めて見て、ああ、すごいことやってはるわと思って。いや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 、見てたんですけど。そもそも YouTube やったのっていつぐらいですか？4、5年前じゃないですかね。あ、じゃあ結構もう、そうなんですよ。長いことやってらっしゃるんですね。細々と。最初どんな動画だったんですか？最初はもうあれですよ、ノーカットの、ただ単に、その頃まだ20代だったんですけど、20代の人間が騒いでるっていうだけの、うん、騒いでる。そう、ギター持って、あ、持ってるんですね。うわーって言って、うん、あの、やってるだけっていう動画だった。曲は弾くんですか、それ一応。曲はなんかね、自分の曲は弾いてましたね。で、人のフレーズをやったりして、はいはい、はい、あ、なんか好き放題やって、誰々っぽいみたいなとか。あ、そうそう、暇つぶしの感じやってましたね、その時はね。その時も自分のソロのなんか音源とかも作ってらっしゃったり、あ、作ってました、作ってました。あ、それが一応メインでやってたんですけど。 お野菜売りを。あ、そうだ、あの、あの、義理の兄弟。設定では、そういう設定なんで、ギリギリでもね。なるほど。その頃からそうやってやってる。あ、やってました、やってました。そうなんですね。撮影っていつもどなたか、はい、アシスタントか。あ、そうです、やってらっしゃる。あの、知り合いの公務員を呼んできて。公務員。お友達。そう、たまたま知り合った人と、なんか気になって、公務員、ちょっと撮影とってもらっていいですかみたいな。2人で初めて、へぇ、それが結構何年も続いて。それはもうその5年前からずっと。あ、そうそう、その携帯で。なんかその人じゃなかったら多分続いてなかったんですよ。そうか、すごいですね。それはめちゃくちゃありがたい。編集も最初の、はい、2年ぐらいはね、編集してなかったんですよ。うん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 。もっとって。あ、ノーカットで、ね、編集。もうそれが俺のもうポリシーだったんですよ。なるほど、ね。ノーカットで、みたいな。はいはい、でもなんかいろんな人から、うん、編集はした方がいいって言われて。ほんで、俺もふと、した方がいいなと思って。なるほど、なるほど。それは自分でやったり、はい、あの、CR 中でやってもらって。ね、ちょっとずつね。なるほど、ノーカットだったんですね。ノーカットの意味よう分かるんですかね。だから多分あの、西尾さんの、あの、知ってるっていうそのギタリストのみんなとかは、なんかこう YouTube やってみたいなとか、あ、はい、多分参考にしたいなみたいな、多分思ってると思うんですよね。うん、だからその編集どんなやつでやってるとか、あ、編集ファイナルカットとか。で、あの、僕 Mac に入ってるあの、iMovie ですか。 あれでやってるんですね。あれです、もう全然あれでできちゃうんですね。
全然あります。もうパパッとできるのが売りなんで。なるほど。そうですね。パパッとできないと大変ですもんね。そう、ちょっと続かないから、うん、俺結構そこら辺もなんかせっかちなんで。僕もね、編集してて、やってもらったり、僕が自分でやってるんですけど、気づいて6時間ぐらい経ってたりする。ああ、はあみたいな。めっちゃやって、真面目にやってますよ、それ。真面目にやると。なんかテロップとか多めにしてみると、うわ、こんなかかると思う。山口さんちゃんとしてますよ。僕らでね、30分ぐらいで終わってます。切って、切ってどう、切ってどうみたいな。はい、出来上がりみたいな。やり込むとね、あれ大変なんで、もうパパッとやった方がいいですよ、みんな。続ける人はもうね、なんかまあ、ちゃんとやった方がいいような部分はあるんですけどね。まあ、バランスですね。そうスタイルもありますよね、それぞれね。なんか作り込む人もいれば、そうですね。取って出しで。確かに。っていう、ですって。ですよ。かかってやるのがいいです。で、まあ、サクッと聞くんですけど、広告収入どのぐらい入るんですか？ああ、広告収入はね、いや、見ないとする。聞いてくれるんですけど、はいはい、これでね、生活はね、絶対できないです。絶対できないです。もう、こんなんですもん。いい時はね、高校生のアルバイトと思ってください。なるほどなるほど。大体予想つくと思うんですよ。何千円の時もあるんじゃないですか。はいはいはい。でも10万ぐらいいく時もあるじゃないですか。今まさしく高校生のアルバイト。こう波があるんですね。10万いった時、おっしゃー、このまま行くぜ行くぜみたいな、次の日でガッスルみたいな、あんま働けなかったからなみたいな、なんかあるんで。でも、逆に言うとそれぐらいもらえるわけですよ。ああ、そうですね。まあ、頑張ってやれば。ね。だから割とこう、なんだろう、バイト辞めれるかもしれないですね。バイト辞めれるかもしれないですね。確かに。そうですね。なんかコツとかあります？こういう動画は見られやすいだったり。ああ、ありますね。なんかこういう風に。サムネは多分でも山口さんの方が得意でしょ。いや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 、もう聞いておこうと思って今日は。マジっすか。ね、いや僕がでも最近思うのが、簡単に上手くなれるやつが結構グッとくるんですよ。簡単に上手くなる動画とかでも、なんかなんとかスケール覚えてとかは、はいはいはい、段階があるじゃないですか。ややこしいやつは。そう、ダメでもなんかこれをやればすぐできるみたいな、結構みんな好きなんじゃないかなと思って、割とこう美味しいやつってことですか。あ、そう、美味しいやつですね。なんか最近カッティングのやつ、カッティングの、ああはい、なんか10連発みたいな。やりました、やりました。めっちゃ伸びてる。あの知り合いの人とかにそういうのやった方がいいよって言われて。それ何、他人のアイデアのやった方がいいよ。それやった方がいいよ。なんかそれは違うアイデアやったんですけど、分かりました、やりますってやったら、まあカッティングみんな好き。なんかカッティング、そうそうそう、カッティングってみんな見る、見ますよね。カッティング山口さんめっちゃ上手いじゃないですか。いやいやいや、なんか俺だってなんかの動画でカッティングしてるやつあって、ちょっとほんのちょっとですよ、見てめっちゃ上手いなと思って見とらんの。見てるんですね。テクニック俺結構盗んだりしましょう。カッティングのね、なんかね、あ、どこだったかな、サウンドメッセがなんとかな、ほんのちょっとなんですけど、あ、音確かに綺麗やな、ええ感じやみたいな。あ、いや、だからなんかめっちゃ恥ずかしい。こんなちょっとですよ、多分本人も分かんないぐらいの量で、そういうの見て、ちょっとこうやろうかみたいなのは、こう情報収集して、あの、動画には生かしましたね。ギターの、そのなんか、何やったかな、ギターって検索したら関連のその検索ワードみたいなんで、はい、やっぱコードとかカッティングとかが結構多いらしくて。あ、そうなんですか。コード、そうそう、だからね、見られるらしいですよ。あ、でもコードとカッティングも毎回つけます。蓋開けてみたら全然違うな。全然違う、めっちゃブーみたいな。とかね。なるほど。はい、いろいろ楽しいですね、これね。情報収集になりますね。いいっすか、こんなぶっちゃけて。いいです、いいです。いや、これすごいいい動画ですね。これで俺も逆にも教えたら、まあ、それ俺の実力になさったんで。YouTube も結構ご覧になるんですか？ああ、見ます。どんな見てます？なんかそのギター関連関わらず。僕見るのですか？好きなやつ。僕ね、結構ね、精神的なやつ見ますね。精神的な、なんか経済がどうとか、世の中がこうだみたいなの見て、で、なんかね、ちょっと話するかわからないですけど、脳みそ良くなったら
フレイも良くなる気がするんですよ。あ、それはその、なんていうの、その啓蒙、なんだろう、啓蒙じゃないや、自己啓発的なやつ。まあ、系統では多分 そちらでしょうね、うんうん、そういうのでなんかこう、あ、この人こういう考え方なんだとかなると、ギター関係ないやつですね。全く関係ないんですけど、うんうん、そうすると考えるじゃないですか、うんうん、ほんなら練習内容とかも変わってくるから。なるほどなるほど、なんかいいんじゃないかなと思って。確かに、僕も見ますね。だって山口さんとかもみんなどう見れてるか、まあ、俺より確実に賢そうに見てることはもう間違いないと思うんですけど、やっぱね、上手な人って何人かいろいろあったりするんですけど、みんなね、賢いんですよね。賢い、ね、確かに、あのね、賢いんですよ、ほんまに。楽屋のね、トークがね、バリおもろい。うわー、それなんか、めっちゃ聞きたいわ、それ。なんか、なんかね、瞬発力なんですよね。こう来たらこう、みたいな。あー、そう、パパーンみたいな。そうなんですよ。前、うん、ケリーさんとお会いして、はいはいはい、内容ちょっと言えないですけど、うん、ケリーさんの内容とかも、そう、ギター演奏とかどうとかって話じゃなくて、なんかこう、ちょっと もうちょっとこう奥にあるような、うん、ケリーさん、そこまで考えてたんですかみたいな、言うてきて、考えないなと思って。ちょっと深いとこもね。そう、深いんですよね。階層1個ね。そう。うんうん、結構そういうのを見たりしたら、なんかね、うん、変わるんじゃないかなと思って。確かに。うん。うん、なんかね、そう、うん、でも持って生まれてるもんなのかもなとかも思ったりするとき、確かにありますね。うん、確かに。なんかね、脳のスペックがね、ちょっと一段と上の人ってやっぱり、まあ、演奏もうまいし。ああ、そうっすね。うん、ああ。そうそう。もう、もうなんか、あんま話してるとブルーなんで、やめときます。脳トレがいいかもしれない。はい。で、さっきね、ちょっと聞いたんですけど、好きなギタリスト、あ、はいはい、うん、どんな人なのかなって思ってて、なんかこう感じるのは、はい、なんかやっぱロック系の リズムをしっかりこう、なんかアタックがある人で、例えばアンディ・ティモンズとか、あ、はい、そういうのがこう好きなんかなって思ってたんですけど。好きっすね。昨日でも動画見てたの、ポール・ギルバートの。ああ、これ見ました、やっぱうまいなと思って。ヤンギーギタリスト系、そう、もうマスコの系列は全部もう受け入れてますから。ヌーノ、ヌーノも大好きですね。ヌーノも好きです。なんかあの80年代の、はいはい、なんかこう名前上がってくるやつ全部聞いてましたね。俺もそう。この辺だし、まあ最近の人だったら、まあ、ちょっと古いですけどガスリーゴーバンとか、うんうんうん、ね、今の世代だったらなんかあの何でしょう、マテウス、あ、そう、そこら辺とか、なんか本当に今の人が好きそうなやつを一応全部チェックして、うん、全然才能も全く違うから。なるほど、なんか、うん、練習してますから。うん、やっぱまあロック系ではあるんですかね。そうですね、メインはもう全然やっぱロックで、うん、メインはもちょっとやってますけど、うん、ギター使ってるギターっていうのも今あのね、あの最近だとケーズギターの、あ、そうですね、北郎、うん、あと斎藤、斎藤さんとかやってますね。他になんかこう持ってるギターってなんかあったりします？他ね、あのね、パオレッティっていうワインダルでやってる、あ、見たことも、その動画、あのパオ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 レッティンっていうギャグみたいなあれ言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、あれはなかなかあれ、はい、イタリアのやつでしたっけ。あ、そうです、そうです、うんうん、なんかこうあれを使ってた、おしゃれなやつっていうか、ちょっと文字が書いてある。そう、なんかあのね、デザインがめっちゃアメリカ人みたいな感じの、うーん、まあ全然アメリカ人じゃないんですけど、テレキャスでしたっけ、あれ。あ、テレキャスです、あれ、うん、あれ使ったり、もうちょっと古くいくとスティーブンソンっていう、これまたレアな、ちょっとさっきちょろっと伺いましたけど、トム・アンダーソンとかサーとか、そっち系のコンポーネント系、そこと同じぐらいに来て、うん、これでも世間のこのニーズはもうスティーブソン来るかなと思ったら、全然来なかった。もう今調べても出てこないですよ。セガサターンみたいな。あ、セガサターンはまだ売れた方が。セガサターン全然売れた方ですよ。もういろいろ。ドリームキャスト。そっちから。ああ、なるほどね。そんな感じで。もう軽い人もわからない。もう見ないですよ、あのスティーブンスを。はいはいはい。言い切ったらすね、見ないですね、僕知らないですね、なんか全然浮かばない、うん、あの、まあ、ああいうトマンダートみたいな感じのギターではあるんですけど、うんうんうん、他アコギとかは、アコギはね、コリングス、あ、コリングス、コリングスなんですか、なんてやつ、ドレッドノート、僕めちゃくちゃ疎くて、うんうん、あのコリングスの中の一番安いやつだったんですよ。へー、これバッと置いてて、うん、楽器屋さんにで、コリングスの名前は知ってて、うんうん、で、弾いたら良かったから、うんうん、くださいっつって、いや、よかった、くださいっっ全然分かってないですよ、コリングさから買ったみたいな、めちゃくちゃ用途なんで、よく使ってます。なるほど、うん、そっか、いろいろじゃあお持ちなんですね。その斎藤ギターとケッケイズギターは、はい、あの今ね、最近あの斎藤ギターのやっぱイメージがあって、あ、そうかもしれないですね、うん、なんかでケイズギターも最近こう、うん、
オーダーメイドですか、あれは。あれ、そうっすね、ちょっとほぼほぼケイズの伊集院さんにね無理やり粉が入れるんですよ。なんかこう、使い分けとかあるんですか、あれは。まあ、着物ですね。ざっちゃけもう、まあ、なんかあんまりいい子、ドーンってなって、うん、その日の気分で。あれ、仕様的には、ちょっと、後ろ、ミラはあれですもんね。ハムか。え、あれね、北郎はどっちですか。北郎はね、3シングルなんですよ。シングルですよね、あれね。あの、ケイズさんのピックアップがまんま入ってて、うんうんうん、そこら辺は、KGW ですよね。あ、そうです、うん。あれをなんか入れてもらって。そうか、そうか。じゃあ、全然違うんじゃないですか。違うと思いますよね、うん、気分すごい気分すごい見た目が全て見たのがあるね、うん、今日はこいつみたいな。なるほどね。で、まあ、なんかね、はい、あとね、写真撮るときに変顔するじゃないですか、うん、ああ、大名詞ですね。この雑誌の撮影で変顔どんどんみたいな、うん、そんなに変顔してないんですけど、なんで変顔するんですか。なんでなんでしょうね。いや、恥ずかしいんじゃないですか。あー、そう、なんかもうそれで、それ誰かから聞いた、斉藤さんで恥ずかしい。あ、辰野さんなんか割とシャイなんだって。最初はそれで撮ってたら、うん、なんかみんなそれで乗ってきたから、うん、もう今では別に普通に撮れた時もあるんですよ、うん、疲れた時でもなんかもうみんながクッて来るから、でこれはガーンってなって自分で巻いたらダメってなそっか、その周りに強要されてるところもある。もう時もありますよ。プロですよ。いや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 、そうなんですよ。変顔のプロみたいな。結構今その動画メインのスタイルのギタリストって結構そのマテウスもなんかそんな感じがするし、結構増えてきてると思うんですけど、なんかその辺って意識されてたりします？ご自身で。全然してないですよ。もう仕事がなかったんで、ほんまリアル。YouTube しかやることなかったから。YouTube 一生懸命やってるから。あ、そうです。でも結構ね、最近はやっぱりそういうところからこう有名になる人も多いし。多いっすよね。僕もだって YouTube やってなかったら、こうなってなかったから、運は良かったんじゃないですかね。そういう流れになったから。みんなやった方がいいっすかね、やっぱね。そうっすね。でも今から来たらね、やってる人らって多いじゃないですか。まあ、山口さんもやってるし、僕らもやってるから。僕もだいぶ遅い報告だったと思うんですよね。そう、僕らちょっと、僕さっきっすもんね、世代に。だから、次なんかやる人はなんかこうなんかこうひねったやつの方が伸びるかもしれないですね。もう出尽くしても、あの滝沢さんとか。ああ、そうですね。だからミッキーチャンネル。ああ、そう、もうグイグイもうやりグーグー伸びてますから。全然草木一本生えてないそう、もう何もないんですよね。だからね、レッスン動画とか、ね、なんか違うのがね、映像いい動画もうすでにあるから難しいですよね。なんかちょっと工夫したのをやればいいんじゃないかなね、と思いますけど、はい、アイデアあったらください。あ、曲が曲が山口さんのやつ見てもらったら隠ってますよ、多分。水曜日の同じやつ上がってるかもしれない。いやもうね、もうなんか面白いことやりましょうよ。あ、そうっすね。あ、んやります。何す、俺企画あるんですよ。あ、何ですか、何ですか。いや、これ真面目なんですけど今日、いや、その話したいなと思って。あ、本当に。いいよ、ぜひ。あとでちょっとね。あとで、あとで。いいの考えてるんですか。考えてるんですか。ぜひ。ぜひ。いやー、やったな。じゃあ、ね、まあ、ということで、今、まだ撮影中なんですけども。頑張ります。ここからもですね、ちょっと弾きまくっていただきますんで。弾きます。ぜひ楽しみに。これ先行してちょっと出しましょうか。ね。ぜひ。お願いします。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、ほんまに企画あったんですよ。なんすか、なんかね。